とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、とんでもない装備、入手しました。これね、おそらく、持ってる人は、ごくわずかだと思う。まあ、むしろ、俺しか持ってない、かもしれない。それぐらいの、幻の装備、です。俺も出たとき、驚いたもん。びっくりした。お見せしましょう。これ乱射のクロスボウ ?F2 じゃん。何を言ってるの、ナオチン、あなたはと。そういう風に思うでしょ。うん。よく見て。何か違うよね。そう気づいた?みんな気づいた?なんとこの乱射のクロスボウ、ユニーク装備なのよ。乱射のクロスボウって、コモンかレアものしかないんだけども、なぜかユニークの乱射のクロスボウが出た。これ不思議だね。あのね、古代狩りをずっとやってたのよ。やってて、死の魔法使いだね。死の魔法使いを倒した時にギラーンって落ちたのよ。あ、これはハープクロスボウが出たなと思って拾ってみたら、ギラーンって音はしたのに、なぜか乱射のクロスボウだったの。でも、ユニークっていうのがついてたんだな。多分これはね、不具合だと思う。不具合。これね、古代人を倒した時に、確率がちょっと変になったのかな。音はしたんだけども、ユニークのノーマル装備が出るっていう、なんかわけのわからない状況になったんだと思う。おそらく、まあ何人かは持ってるかもしれないけども、もしかしたら俺だけなのかもしれません。で、まだね、パワーが202なのよね。ちょっとこれで使ってみても、ちょっと強さがわからないので、一度鍛冶屋に入れてパワーを上げてみます。そして使ってみましょう。それでは3回終わらせてきました。引き取りましょう。はい、引き取ったね。怖いのが、これでね、ユニークじゃなくなるんじゃないかと思ったんだけど、どうだろう。ユニークのまんま。あー、よかった。ユニークの装備のまんまだね。強いのかな?まあ、マルチショットはついてて、連鎖反応はあるのか。マルチと連鎖反応で、まあ、そこそこのダメージは稼げると思うんだけども、まあ、黄金スキル微妙だな。まあ、一回ちょっと使ってみましょうか。普通の乱射クロスとどう違うのか。もしかしたら、なんか乱射とハープのいいとこ取りみたいな。まあ、いいとこ取りっていうのも別に何もないだろうけど、まあ、そういうとんでもない性能かもしれないしね。まあまあ、ここで一回見てみましょう。どうだ?では、使っていってみましょうか。え?あ、そうかそうか。ちょっと待って待って待って。ちょっと待ちなさい。エンチャントつけてなかった。まあ、今の感じを見るだけでは、ただの乱射のクロスボウだよね。マルチショットと連鎖反応、あと成長もちょっと入れとってみるか。おー。よし、行ってみよう。いや、何にも変わらない。普通の乱射のクロスボウ。なんか隠された特殊能力みたいなのないの?なんかすっげえがっかりなんだけどこれ。いやー、ひどいね、ひどいね。名前だけだ、名前だけ。うん、ただの乱射のクロスボウです。なんか能力が変わってくれればね、嬉しいかなと思ったんだけどね。
全くの期待外れ。でも、超珍しいよね。うん。ノーマル品なのに、ユニークっていう、なんか誤字が出てるっていう。まあ、例えて言うと、あれだな。50円玉の穴の位置が違うみたいな、そういう感じのレアなやつだわ。うん。見る人が見ればすごく価値のあるやつだと思います。まあ、装備はしないけども、取っておきましょう。取っとこう。うん。まあ、なんか、後々なんか、なるかもしれないし、ならんと思うけどね。はい。まあ、とりあえず今日は、これ、多分、俺しか持ってないんじゃないかっていう、超激レアな装備、乱射のクロスボウユニーク、使ってみました。性能は残念ながら、ノーマルのやつと全く変わらないです。ただ、見た目が、これはレアだと思うので、取っておきます。はい。まあ、古代人を倒して、ギラーンって言って、ノーマル品が出た時は、おそらく、こう、ユニークっていう、不具合がついてると思うんで。はい。よかったら、探してみてください。まあ、俺もね、古代狩り、どんどんやっていくんで、また出ることもあると思うんで、その時はまたね、紹介します。それではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。